使用済み核燃料を金属に転換するために、電解生成を利用している、溶素電解採取とは、浸出などのプロセスによって、水溶液中に溶解させた、鉱石中の金属を電解積出させる技術である。電解生成は類似の技術であるが、金属から不純物を取り除くことを目的としている。どちらの技術も、電気メッキを大規模にしたものであり、 非鉄金属の純度を向上させる経済的な技術である。得られた金属は金属の種類によって電気道や電気亜鉛などと呼ばれる。電解採取では電流を不活性な陽極から金属を含んだ水溶液である浸出液に流し金属を電気メッキのように陰極に積出させて回収する。電解生成では陽極は未生成の不純物を含んだ金属であり、 酸性の電解液に電流を流して、陽極を溶解させ、陰極に生成された純粋な金属を積出させる。銅の電解生成電解採取は、工業的に電解質を使用したプロセスとしては、最古のものである。イギリスの科学者である、ハンフリー・デイビーは、溶融した水酸化ナトリウムを電気分解することで、1870年に、 初めて金属ナトリウムを単体として分離した。銅の電解生成はロイヒテンベルクコー・マクシミリアンによって1883年に初めて実験的に実演された。ジェームズ・エル・キントンは1865年に商業的なプロセスの特許を取得し、ウェールズのペンブレイで1870年に最初の実用化されたプラントを開設した。アメリカ合衆国では、 1883年にニュージャージー州ニューアークに建設されたボルバックサンズリファイニングスメルティングカンパニーのプラントが最初である。一般的に電解採取の適用される金属は鉛や銅、金、銀、亜鉛、アルミニウム、クロム、コバルト、マンガン、木土類、アルカリ金属である。アルミニウムについては電気分解は唯一の生産方法である。 工業的に重要な活性の高い金属には、商業的には高温な溶融状の電気分解によって生産されるものがある。使用済み核燃料を電解生成する実験的な試みもされている。電解生成によって、プルトニウムやセシウム、ストロンチウムといった重金属を、より毒性の低いウランから分離するのに使用できる。電解採取は、工場排水から、 有害な金属を除去するのにも利用される。銅の電解生成に使用する、機器ほとんどの金属は、天然には酸化物形態の鉱石として存在しており、金属にするには還元しなくてはならない。鉱石は全処理をして、電解液、または溶融時をとして溶かされ、電気分解される。金属は陰極に析出し、陽極には通常は酸素が発生する。 天然に硫化物形態で存在する金属もある。これには、銅や、鉛、モリブデン、カドミウム、ニッケル、銀、コバルト、アエンが含まれる。加えて、金や、白金属は、ベースメタルの硫化鉱に伴って存在している。ほとんどの金属の硫化物や塩は、導電性があり、溶液を、または、水溶液として、電気化学的な酸化還元反応を効率的に、 起こすことができる。ニッケルなどの金属は電気分解で電解液に残ってしまう。このような場合には金属を生成するために化学反応によって還元する。目的とする金属を処理する間に還元されても陰極に積出せず電解層の底に沈殿する金属もある。これはアノードスラッジまたはアノードスライムと呼ばれる。アノードスライム中の金属は 標準的な乾式精錬法によって回収される。金属の積出速度は陰極の表面積に関係しており、陰極を正常な状態に維持することが大切である。陰極には平板状と盲状の2種類があり、それぞれに利点がある。平板状の陰極は再利用することが可能であり、積出した金属を除去し回収できる。盲状の陰極は積出速度は速いが、 再利用は不可能である。代わりに種となる陰極として事前に生成した金属を使うことで回収された金属の一部として時効程以降で処理することが可能である。ありがとうございます。